バックスラッシュと塩基号の関係について補足しておきます。コンピューターの世界では特定の記号が特別な意味を持つことがよくあります。このバックスラッシュと塩基号もそのうちの一例になります。ASCII という文字コードがあるのですが、この ASCII ではバックスラッシュと塩基号は同じ文字として扱われています。文字コードっていうのは文字と数字を対応付けたもので、この ASCII という文字コードっていうのは世界で最もよく利用されている文字コードです。ASCII を使っていると画面にバックスラッシュが表示されるのか、塩基号が表示されるのかっていうのはコンピューターの環境によって変わってきます。一方で、ユニコードという文字コードがあるんですが、ユニコードではバックスラッシュと塩基号は区別して管理されています。したがって C 言語プログラムでバックスラッシュを使うべきなのに、ユニコードの時に塩基号を使ってしまうと C 言語はプログラム正しく動きません。ユニコードの場合注意してください。最後にですね、バックスラッシュについてもう一度おさらいしておきましょう。バックスラッシュというのは C 言語を含む多くのプログラミング言語でエスケープ文字として使われています。これは特別な意味を持つ文字のことですね。例えばバックスラッシュ N であれば改行を意味します。バックスラッシュ T であれば水平のタブを表すことになります。これらの組み合わせによってプログラム内で特別な文字を扱うことができるんでしたね。